皆さん、はるかでーす。わーい。今回のプレイグラウンドはカバーです。今日歌わせていただく曲は、七尾あかりさんの恋愛のです。この曲はテレビアニメエンゲージキスのエンディングテーマです。それでは早速歌わせていただきます。よし。それじゃあ聴いてください。恋愛の。待ってるハート君のせいだよ。 Love や Like じゃ言い足りない。君にプワプワしてる恋愛の。Love が抽象で辛い感慨も困難だ。なんて正常ではいられない。ハートの抽象がブランク毎回も困難だ。ありがとうございます。恋愛のでした。イエーイ。この曲は、七尾あかりさんの恋愛のテレビアニメエンゲージキスのエンディングテーマです。そうそう、この曲はですね、エンゲージキスにもとってもぴったりな、そう、エンゲージキスの説明をしよう。エンゲージキスは、私もオープニングテーマを担当させていただいている作品で、アニメオリジナル作品で、すごく、可愛い女の子が登場してきて、ダメダメな男の子に、尽くしてあげる作品です。男の子が見ても楽しいシーンもあるし、そう、女の子が見ても共感できるポイントがいっぱいあって、そんな作品にすごくぴったりな、可愛らしくてね、あとはなんか掛け声もね、いっぱいあってすごく楽しい曲です。ぜひぜひ皆さん聴いてみてください。で、七尾あかりさんのことは実はずっと前から気になっていて、そう、ずっとお会いしてみたいなって思ってたんですけど、今回のこのエンゲージキスのおかげでやっと七尾あかりさんとね、お知り合いになることができてすごく嬉しいです。ね、もうね、すでに一緒にテレビとかラジオに出演させていただいて、何度かお会いさせていただいております。すごくシンパシーも感じるので、これからも仲良くしていただけたらなと思ってます。ではでは、皆さん改めまして、七尾あかりさんの恋愛のも一緒に聴いてください。お願いします。すごい可愛いジャケットです。来てねー。
ということでありがとうございました。よしよいしょ、ありがとうございました。はるかでした。また。